やっぱこの辺まだ土硬いかもな。何これ、うん、ワンちゃん今なら逃げられる可能性ある。やっしまうか。行く、これ脱走しよう。今行くか、夢中だわ。行くか、ガイちゃんが真剣にやったわ。行こう行こう行こう。バレないことですね。いやー、脱出できたな。脱出成功っすね。いや、ずっとやっぱやってるとね、息抜き大事だから。いや、マジもういいっすよ。いや、見てよ、この景色。大事大事。田んぼすごくね。いいっすね。もう最高だよな。まあ、あとね、どうすか。回ってるっしょ。ロケーション最高。風、最高。あれあれ、さっき休憩入ったのかな。ないよな、さすがに。すいません、二人どうしました。なんかどっか行きました。どっか行った本当にいないのなんで止めなかったんだ。本当にいないの。逃げたまさかそんなことがあり得るのかあっていいのか。大の大人が外ロケで逃げるってあるのか。そんな選択肢にあんの。絶対許さんぞ。不安なとこですか。不安なとこだね。遊んでいい。これでちょっとやさいよ。行くぞ。はい、止め。うわあ、うわ、何やってんだよ。スケじゃないよ。落ちた。田んぼなかった。この田んぼ大丈夫です。ちょっと分かりやすい。何してんだてめえ。なになになに。おい、逃げろ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 。炭人が、早く逃げろ。炭人が、おい、何してんの。違う違うんです。階段がおもちゃで遊んでて、違う、それを注意しようと思って。違います。なんか、えあれ、あれは見ないで。え、違います。見ないで。二人の仕業だこれは。いや、落ちてました。あ、落ちてました。落ちてました。ました。こんな自然しかない中に異物が。あれ20年前にやることですよ。だって、ダメだって。怒られるよ。それはちゃんと罰が必要。てかこれダメだろ怒られるよ。これはちょっと視聴者の皆様に代わって我々が怒らないといけない。そうだね。うん、ちょっと。やだ。